森の音楽隊のハローワーク。皆さんこんにちは。森の音楽隊のハローワークのお時間です。人間はなんでお仕事をするのでしょう。生活のため、誰かを助けるため、自分の夢を実現するため。そもそも人間の世界にはどれだけの数のお仕事があるのでしょう。この番組では様々なお仕事を持ったゲストの方に、そんな素朴な疑問をぶつけ、人間にとってお仕事とは何かというテーマを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。皆さんこんにちは。森の音楽隊ボーカルの相川由里です。ピアノ担当の黒沢のオレンジです。始まってまいりましたけれども。始まりました。はい、7月後半ですか。7月後半ですね。はい、暑いですよね。暑いです。東京は暑いです。暑いですよね。はい、何ですか、30度を超えてますよね。超えてますね。連日それ何、ダジャレですか。そうですね。あ、僕が、そうなんですよね。黒沢のレンジさんはいつもレンジっていう名前であるからこそ、いろんなこうダジャレを言われるじゃないですか。そういえばいつもアレンジするときはアレンジレンジって言われたりとかね。そうですね、そうですね。小学校の頃、電子レンジとか言われてましたね。あ、電子レンジね。ちなみにサイレンジなんでね。そうなんですよね。サイレンジなんで、サイレンだけ取られて、なんか救急車とか言われてたりとかね。ピーポーとか、ピッポくんとかも言われてましたね。ピッポくん、はい、めっちゃ可愛いですね、それ。はい、それ、まあ一人しか言ってなかったですけど。へー、はい、まあそんな話ですけど。いい名前ですよね。いい名前ですか。3文字で。なんか相川さんはこうそういうあだ名とかなかったんですか、昔。あだ名ですか。あれ、あれ、どれ、ユリっていう名前なので、ああ、ユリゲラーって言われてた時ありましたね。ほう、はい、スプーン曲げる方ですか。そうですけど、別に曲げれたわけじゃないんですけど、うん、あ、そう、ユリゲラーって。なるほど、ユリゲラー、はい、そんなたくさん言われてるわけじゃないんですけ ど、 いいっすね、それ。じゃあ今日はユリゲラーさんって呼んでいいですか。いや、それはやめましょうか。ダメですか、ダメですか。はい、はい、まあそんなわけで、はい、今週も始めていきたいと思います。はい、今週はですね、先日のイベント秘密の森の音楽隊会ボリューム3の時に、公開収録をさせていただきまして、はい、その時の模様をお届けしたいと思います。それではお聞きください。森の音楽隊のハローワーク。お名前とお仕事をお聞かせください。エルピストータルビューティーサロンのオーナーの松本美希です。松本美希さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。はい、エルピストータルビューティーサロンということで、エステティシャンをされているということで、まず質問いきたいと思います。そのお仕事を選んだきっかけは何ですか。私は9年間看護師の仕事をしていまして、看護師の仕事をしながらなんですけど、女優業とモデルもさせていただいてた時期があって、その時にやっぱり美容をすごくやらないといけないというか、ダイエットだったりとか綺麗でいないといけないっていう時に、あんまり自分の理想のエステがなくて、やっぱ低価格で通えて、なおかつこう効果が出るものがあればいいなと思って、看護師を辞めた後にオープンしました。はい、はい、実は相川由里とは女優として、女優とかモデルとかタレントとして一度お仕事を、何年前でしょうね、6年前、結構前だよね、6、7年前ですかね、にしていて、その時はタレントで、そしてナースのミキちゃんっていう感じだったんですよ、私の中ではですよね、はい、それが今はもう素晴らしいサロンでエステティシャンとして活動されています。はい、そのお仕事を選んで良かったなと思う具体的なエピソードをお聞かせください。そうですね、やっぱり女の子、まあ男の人もそうですけど、女の子は
まあ、美っていうのが永遠のテーマだと思うんですよ。でうちのお店には結構やっぱり芸能界の方が多く来ていて、役作りのために痩せないといけないとか、この役なんだけどこう綺麗でいないといけないっていう時に来てもらってるんですけど、お客様がすごい喜んで帰ってもらった時とかすごい嬉しいですね、うん、今東京の都立大学前という駅のところにお店を構えているということで、はい、そうです。お一人で今まだお若いと思うんですけれども、お一人でね、場所を借りて機材を揃えて、うん、お店をやろうっていうのはなかなか勇気がいることだと思うんですけど、まあ、そうですね。でも、まあ、私も痩せないといけないしもう半分趣味みたいな感じで、お客さん来なかったら自分で使えばいいやみたいな。それはすごいすごい発言ですね、うん、なるほど、はい、趣味、自分も痩せるために買った機材、ちなみにおいくらぐらいだったんですか言える範囲で。トータルだと、まあ、今年新しい機械を入れたりもしたので、はい、トータルだと500万ぐらいです。500万、はい、本当ですか。なかなかそれを、でもやっぱ始めるの大変ですよね、うん、そうですね。それでいて私が思うのは、モデルとかタレントとか自分が出る側に立ってた方が、はい、その方々をサポートする側に回るっていうのは、うん、もう本当にいろんな心の葛藤だったりとか、女の子は特にいろんなものがあると思うんですよ。そこをもう乗り越えて、今は本当にたくさんの有名な芸能人の方たくさんね通ってる、すごくいいサロンに成長して。そうですね。でもやっぱり1年ぐらいですか、まだ2年、ね、そんな短期間にね、素晴らしいなと思って私は思っておりますよ。ありがとうございます、はい、そう、どうでした、葛藤とかは。いやでももともと看護師やっていて、うん、人のサポートというかケアをするのはすごく好きだったので、あんまり深くは考えてなかったんですけど、うん、でもやっぱり辞めた直後、芸能を辞めた直後は、あ、これ私が出るはずの役だったのにとか、あ本当だったらここに立ってたのになっていうのはあったんですけど、でも代わりに、まあ、今たくさんの方がドラマとか出てくださっていて、それを見るのもすごく楽しみです、うん、なるほど、うん、はい、では次の質問いきたいと思います、はい、このお仕事を選んで苦労したなと思う具体的なエピソードはございますか。苦労は、まあね、さっきもね、そのお金がね、そうお金が最初はやっぱりバイトをすごく掛け持ちしました。5個ぐらい掛け持ちして、イタリアン、ホルモン焼きやバーテンダーで看護師の仕事もして、はい、本当に寝る暇なくバイトしまくりました。それで自分で資金を貯めて、それで先ほどの機材を、はい、まあ、最初300万ぐらいだったので、すごいですね、具体的にお金が出てきますね。すいませんいや、ありがたいです、はい、なるほど、なるほどね、最初のね、リスクはありますよね。そうですね。それではここで1曲スタジオライブの模様をお届けしたいと思います、お聴きください。オウム、君の名を呼ぶ。
ボー。このコーナーでは歴史上のさまざまなお仕事で成功された方々の名言を学んで今後の森の音楽隊の活動に生かしていこうというコーナーです。イエーイ、イエーイ。新コーナー、新コーナー、また新コーナー始まりましたね。新コーナー始まりました。あの大体こういうのね、うん、ネタに詰まるとコーナー新しくなるっていう、ね、あのパターンなんですけどね。なるほどね、はいはい、いやなんかね、あの森の音楽隊の曲をいろいろ作ってるわけですよ、はい、で相川は割と作詞を大体やってるんですけども。そうですね、はい、やっぱり言葉って、はい、あの紡ぐわけじゃないですか。はい、ええ、言葉を紡ぐ、言葉紡ぐんですよ、はい、それで結構いろいろなこう言葉あるなって見てるんですよ、最近、はい、なるほど、はい、そうするといろんな仕事の人たちのね、はい、言葉ってすごいなって思うから、はい、これをね、はい、皆さんと一緒に勉強しながら、はい、ええ、森の音楽隊にも生かしていければなと思って。まさにこう一石二鳥一挙両得な、はい、企画なんですね。いいですね、はい、いいですね、素晴らしいですね、はい、素晴らしいです、はい、さあそれでは紹介してみたいと思います。はい、一つ目、最も重要な決定とは何をするかではなく何をしないかを決めることだ。 by スティーブ・ジョブス。来ましたね、来ました、はい、ジョブズ来ました。ジョブズ来ましたね、ジョブズさん。あのもう亡くなってしまいましたけれどもね。創設、なるほど、創業者ジョブズ。なるほど、最も重要な決定とは何をするかではなく、はい、何をしないかを決めることです。なるほど、しないことを決めるって確かにね、うん、逆転の発想ですね。そうですよね、うん、もうなんか物事をシンプルに、うん、ね、削ぎ落としていく感じですよね、うん、あのよくその質問として、うん、何がしたいのって聞かれるけど、うん、何したくないのっていうのが、あー、あんまり、ね、確かに、ね、そうですね、あ、私すごいよく、うん、レンジさんに何がしたいのって聞かれる時が多い気がするんですよ。あ、そうですか、はい、あ、そう、はい、よく聞かれるなって思ってるんですけど、うん、確かに何をしないのっていうのは、ええ、レジさん以外でも、はい、ほとんど聞かれたことがないかもしれないですね、はい、まあそうですよね。なるほどね、やっぱりシンプルに物事をシンプルに考えていくっていうことが大事だっていうことなんでしょうかね。そうですね、いやー、これ結構使えますよ。よく、あ、そうですか、よくね、うん、よくね使えますよって、これ使えるかどうか分かんないけど、うん、ご飯食べ行くときに、うん、何食べ行くって言うじゃない、うん、ああ、うんうんうん、何でもいいよってみんな言うんだけど、うんうんうん、逆にこれ何食べたくないって言ったらいいね、俺魚嫌いなんだよねとかさ、それすごい具体的です ね、あ、それ一番使える場所じゃないですか、うん、だいぶちっちゃいけどねこれね。ジョブズの言葉がここで生かされる。そうそう、飯食いに行こうぜ、お前何食いたくねえのみたいなね。何嫌いなのみたいな、それ。なるほど、はいはいはい、あ、それはありますね。そうそうそう、相川はだいたい胃に優しいものがあって、あ、そうね、だからカレーとかダメでしょこれね。そうですね、はい、なるほどね、はい、刺激が胃に来ないものって言いますよね、はいはい、ちなみに僕はカレーが大好きです。あ、そうなんですか、はい、あ、あ、そうですか、あ、そうなんですか、そうですか。刺激物ばかりですよね、はい、カレーもあって、はい、カレーじゃないものもある店がいいですね、ファミレス的な。まあそういうところに落ち着きますよねなんかね。はい、はいはい、っていうか、はい、ジョブズのこう名言をだいぶこう地に落としてる感じの、うん、そうですね。これちょっと、ま、さかの森の音楽隊の活動に結びつけるんじゃないですかこれ。そうなんですよ、はい、まあ森の音楽隊がご飯食べに行くときの活動にはまあよく食べ行きますからねご飯ね。、はい、食べ行ってます、はいはい、確かによくファミレス多いかもしれないです、はい、このネタもっと膨らましましょうかこれ。いや、これはこれでいいです、これでいいですか、はい、じゃあ次の名言紹介したいと思います、はいはい、戦術とは一点に全ての力を振るうことである。 by ナポレオン・ボナパルト。おお、ナポレオンですか、ナポレオン皇帝ですか。来ましたね、来ましたね。戦術とは一点に全ての力を振るうことである。まあ一点集中ってことですよね。そういうことですよね。あれもしたりこれもしたりっていう、こうあっちゃこっちゃ手出したら、うん、まあね、力が分散されて、うん、ね、じゃあ森の音楽隊が、はい、いい CD を、はい、ボリューム3、はい、音塚さんを出すために、はい、戦術として、はい、一点に全ての力を
はい、来ることである。今負でちょっと笑い入りましたけどね。なるほど、まあそうですね、あのまあ確かにこう CD をリリースしようとした時のこう一つの戦術としてこう何に集中するかですよね。なるほどね。これ何に集中するんでしょうね。まあ、やっぱりアーティストとしてはすごく素晴らしい作品を作ろうということですか。いやそれは全然具体的じゃないですけどね。そうですね、うん、それ何も戦術になってないですよこれ。いやでもね、はい、意外と重要なことっていうか意外と、うんうん、いろんな例えばこうどういうふうに、はい、どこで売ろうとか、あーはーはー、そのどういう風に売っていこうとか、うん、パッケージどういう風にしようとか、うんうん、そういうとこに行きがちじゃないですか。あーはーはーはー。だけど厳密に、うん、自分自身が本当に感動するものを突き詰めるって結構大変なことじゃないですか。あ、そういうことですか、うん、あー、なるほどね、うんうん、まあじゃあ曲作りに専念するってことね。そうです。あのまあ、もちろんその CD の他のパッケージ、まあ、販売とかもあるし、うん、まあ、あとはそのアレンジとかレコーディングとかもあるけれども、うん、それではなくてその歌詞とか曲、うんうん、メロディーとかに集中するということですね。そうです。ちなみにメロディーと歌詞だったらどっちに集中した方がいいんですか。歌詞。歌詞ですか。いやこれまたね微妙なバランスだと思ってるんです。私 は, 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 はこのうまく合致した時しか、あうまくいかないんですよ。そうね、うん、そういう意味では歌を作るということでね。そうですね、歌ですね、うん、曲ではないね、うん、歌だね。歌です。はい、わ、うん、かりました、うん、なるほど、はい、あこれちょっと日本楽隊にとってプラスな名言ですね、はいはい、そうですね、うん、はい、はい、歌を作りましょう歌を、はいはい、というわけで、はい、このコーナーですはですね、はい、最後に、はい、じゃあモレノン楽隊の名言を一つ残していこうっていうことをやりたいんですよ。ほう、はい、というわけでいいじゃないですか、はい、2つ名言を聞いた中で、はい、黒沢のレンジさんから名言があります。あ、僕ですか。ちょっと待って、これかこれ考えるねこれね、うん、はい、わかりました、はい、どうぞ。本当にやりたいことはやりたくないことの先にある。おお、バイ黒沢のレンジ。はいはい、でもまあ一点集中というか混ぜたらねそんな感じになりました。なるほどね、はい、その先にあるんでしょう。こうやりたくないことをこう全部こうもしかしたらやった後に出てくるのかもしれないですね。あ、やりたくないってことはやってるってことじゃないですか。一回やってみて、うん、やりたくないことを全部やり尽くした後に本当にやりたいことっていうのは出てくるんじゃないかなと。なるほどね、そういうことか。はい、はいはい、皆さんもぜひこの名言心に響いた方はメッセージをお届けいただけるとありがたいなと思います。はい、森の音楽隊のハローワーク。ズバリお金の話ばっかりしてますけども儲かりますか。でもこれはやっぱりやり方によるんじゃないですかね、うん、エステは基本儲かると言われてます。でもやっぱり私は自分が通いたいって思うエステが基本だったので、エステってだいたい単価が1万円か2万円ぐらい、うん、うちは多分他のエステさんがやってるエステの半額ぐらいで提供してるので、ほんと趣味みたいな感じではあるけど、でもマイナスではないです。あ、うん、なるほど。ちょっとリアルなんですけど、普通に多分何も考えずにエステを経営しようと思ったら儲かると思います。あ、毎回この質問をさせていただいてるんですね、いろんな方に。でズバリ儲かりますかに儲かるよって答える方はまあいない。そうですよね、まあいないんですよね。まあちょっとエステはその可能性がね、会話見えるなっていう。そうですね、物販だったりとか、まあ、お客様が入れば、はい、うん、入るだけですね。もしこの仕事をしていなければ他に何をしていましたか。なんかやりたいことがいっぱいあって、多分海外に行ってるかなって思います。海外で、はい、海外で何を。海外で看護師やってたかなって思います。でももう元々がその看護師だったり、うん、女優だったりタレントだったりモデルだったり、もういろんなことをやった中で今行き着いてるようなところもありますね。あ、でもまだまだ進化中です。進化中ですか。はい、まだまだやりたい。まだまだいろんな。はい、なるほど。この仕事をしてなかったら、じゃあ今一番
この仕事だなっていう具体的なのあります？まあ、海外といろいろ仕事を、まあ、うちの旦那がやり始めてるので、はいはい、その仕事を手伝いたいなとか、なるほど、はい、旦那様がいらっしゃる、はい、4月に入籍しましたここにも実は入籍された方がいらっしゃったんですね。ありがとうございますありがとうございます。旦那様はあの貿易関係ですかね。そうですね、海外、はい、うん、それで海外っていうワードがたくさん出てくるんですね。もともとモデルやってた時に、はい、台湾とか、ま、海外で仕事をすることが多くて、はい、それがきっかけで出会ったんですけど、なるほどなるほど、やっぱり日本よりも海外の方が可能性が広がるって思ってます。なるほど、うん、どの国にちなみに行ってみたいですか？私エジプトがすごい好き で、 あエジプト、で今は一番インドに行きたいんですけど、はい、インド、はい、エジプトは、ま、もう本当 毎年行きたいぐらい好きです。エジプトは私エジプトといえばピラミッドぐらいしか思いつかないですけど、あでも遺跡がすっごい綺麗ですよ、はい、遺跡、うん、私もピラミッド見たいと思って行ったんですけど、はい、遺跡がもう本当に幻想的というか、砂漠とかもありますかね。砂漠もあるんですけど、うん、もう何時間いても全然飽きない。素晴らしい、うん、エジプト覚えておきますでちなみにインドはどうしてですか？インドは、うん、私もともとマザーテレサに憧れて看護師になったので、インドにマザーテレサの家っていうのがあるんですよ、はい、でそこで働きたかったんですよ、はい、そこで 働けるんですか？まだ行ってないんですけど。あ、そうです。いらっしゃる。います。一回行きたい。なるほど。すごいですね。マザーテレサ。マザーテレサ。一度なんか尊敬する人は誰ですかみたいな質問でマザーテレサって言ってましたよね。でしたっけ？昔。それで私すごい覚えてるんですよ。あ、本当に？マザーテレサかと思って。結構でも多いですよ。看護師目指してる人で。ああ、やっぱりね、看護師。看護師といえばなんですけれども、先ほど あのギター弾かれていたフクロウ諸澤さんはですね、皆さんご存知の方もいるかと思うんですけれども、はい、諸澤和之さんといいまして、ナースのお仕事っていうドラマをですね監督脚本されている方なんです。実はギター弾かれてましたけれども、そういう方だったんですよ。後ろにいらっしゃいますけれども、隠れていらっしゃいますけれども見てました、ね、憧れてました。憧れてました。いや私も そうですけど同じぐらいの年なので、だいたいこのぐらいの年の人はナースの仕事を見てナースになりたいなって思うんですよね。そうですよねそうですよね。やっぱりあれですか、それで目指すというか、それもあったんですか、機会として。まあ、それもありましたね。まあ、実際あそこまでおっちょこちょいな看護師さんいた病院大変ですけど可愛いですよね。可愛いですよね、うん、実際はでもああいうことはないですか？あまりないですあまりないそうです。怒られちゃいます。怒られちゃいますか？先輩っていうのはもっと怒られちゃいますもっと怖い怖い感じで、はい、怖い感じで怒られちゃいます。エステティシャンの松本美希さんのインタビューの前半をお届けしました。はい、はい、これは公開収録だったので、いろいろなんか、面白かったですね。そうですね、はい、公開収録ってやっぱりお客さんがいるじゃないですか、うんうん、あ、そうね、そうなると、うん、こうお客さん目の前にいるお客さんも楽しませながら、うん、でもインタビューしながらって結構大変なんですよ、うんうん、確かにね、うん、あの結構また普段とは勝手が違うよね、なんかね。そうですね、うん、こうだらだら話してるわけにもいかないなみたいな、ことも考えながらうまいツッコミもできず、うん、あなかなかね難しいもんですよ。いや良かったんじゃないですか。あそうですか、うんはい、その松本美希さんのですね、はい、お店の紹介をしたいと思います。エステがですね、都立大学、あの東京の都立大学駅から徒歩なんと0分です。おすぐです、はいはい、東急東横線の都立大学から徒歩0分のエルピスと
というエステになっております。はい、ホームページもございますのでぜひ都立大学エルピスできっと検索すると出てくると思いますので、ぜひ気になった方は、検索してみてください。これちなみに男性の方っていけないんでしたっけ？これが男性の方はいけないんですよね。女性限定だという話でしたね。はい、はい、もしどうしても行きたい方は私に連絡してください。なるほど、そうですね。要相談なわけですね。はい。ちょっとそれはあとで相談をしてもいいですか？ね、あれを行きますか？行きますか？いや、わかんないです。黒サイのオレンジがピカピカになる。ちょっとビューティーなんちゃらになるかしら。かしらって。ちょっとね、そういうとこありますからね。そうかもしれないですね。はいはい、レンジさんはね、ちょっとね、はい、あのアンニュイな感じのとこやりますからね。まあ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 、それは置いといてです。あ、はい、そうそう。実はあの森の音楽隊からの告知がありましてですね。はい、お願いします。森の音楽隊、音楽祭に出演いたします。はい、その名も西東京音楽祭。西東京音楽祭、はい、というんですが、はい、これね西東京市でやるわけじゃないんですよね、うん、東久留米市でやるんですよ。東久留米市で、はい、でやります、はいはい、東久留米市で西東京音楽祭をやるんですけど、それにあの森の音楽隊出演します。これがですね8月の1日ですか、はい、土曜日、土曜日、時間はですね、まあ、12時からなんですけど、まあ、出演順はね、はい、詳しくはですねはい、オフィシャルサイトをご覧になってください。はい、はい、ホールで、そうですね、はい、やりますので結構大きなホールで300人ぐらいですか。300人ぐらいの、ね、はい、ホールで、ホールですね、はいはい、なんと入場無料なんですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。詳細はありがとうございます。そうなんです、入場無料なのでですね、ちょっとまあ、時間が空いた方とかですね、はい、まあ、そっちの方行く方はですね、ぜひあの足を運んでみてください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はいはい、そしてこの番組では皆様からのお便りやメッセージ、質問などいろいろ受け付けております。メールアドレスがラジオ RADIO アットマーク森の音楽隊はローマ字で .com です。この番組はですね東京都国立市の国立 FM よりお届けしていますが、それと他にですね北海道の、西胆振地区のですね FM ビューにて、放送されております。まあ、これまでの放送はですね国立 FM の YouTube チャンネルにですねアーカイブとしてですね残っておりますので、ぜひそちらもですねチェックしてみてください。さて次回もまた人間のさまざまなお仕事について追求していきたいと思います。お相手は森の音楽隊ボーカルの相川由里と黒沢のレンジでした。